これ全部あなたが。園芸部？ふん。先輩、先輩、やっと起きた。あ、ほら台風の対策するんでしょ。お、夢に私が出てきた？そんなに私に会いたかったんですか？不愛想だったって。あ、最初の頃ですか。あんまり人と関わらないようにしてましたからね。今でもクラスじゃそうですけど。お、いいんです、友達できても転校したらすぐ忘れられちゃいますから。今までずっとそうだったし。先輩は同じ部活だからしょうがないでしょ。っていうか、語源話す先輩しかおらんし。はあ、疲れた。でもこれで台風来ても大丈夫ですよね。お、はい、わかりました。明日は部活休みで。学校来たら危ないですもんね。そんなに怒らんでもよかとよ。自分だって来てるくせに。う、私が来たのはその先輩なら来るかもって思って。着替えた方がいいですか？いいんですか？先輩のジャージ借りちゃって。ありがとうございます。あの、着替えますけど。あ、いいですよ、向こう向いててくれれば。いいですよ。なんか恥ずかしく。嘘、停電？先輩、あの、こっち来ません？あの、もうちょっと近くに。先輩？ねえ、風に飛